ナイティアは四神魚にあたる北アメリカ及びアジアの河川や淡水湖に生息した二神目二神科に属する絶滅した甲骨魚類の属。属は1907年にデイビッド・スター・ジョーダンが確立しロッキー山脈の古生物学における不当不屈の学生と呼ばれるワイオミング大学教授ウィルバー・クリントンナイトの名誉を称えたものである。 ワイオミング州の州の化石に指定されており、世界で最も一般的に発掘される化石魚類である。ナイティアはニシンやサーディンなどと同じ単系統のトガに属し、ニテアアルタとニテアイアセナが、もともとニシン族のニシンの種として記載されるほどに禁煙である。現在のニシン科の魚類と同様に、ナイティアは藻類や形藻、昆虫、時には 小型の魚類を接触していた可能性が高い。ナイティアに属する魚類では、肺側と腹側の鱗の列が、頭部の後ろから腹びれにかけて走っており、彼らには重い鱗と小型の塩水系の歯が備わっていた。体の大きさは種によって様々である。ニテアやアセナは、最大の種であり、大半の標本は、全長1 5トル以下であるものの、2 5トルに、 達する個体もいた。ニテアアルタは幅広で全長が短く、標本は平均6から10センチメートルである。群れをなす小型魚類であるナイティアは、より大型のシ,シン魚の捕食者に莫大な食料を供給していた。グリーンリバールイーソーにはナイティアを捕食した、大型魚類の化石が豊富に堆積している。ディプロミストゥス、レピソステウス、アンフィプラガ、ミオプロス、ファレオドゥス、 アミアの顎や腹部にナイティアを含んだ化石が発見されている。ワイオミング州グリーンリバーソーから算出したニテアイアセナホッシルブッテナショナルモニュメントから算出した化石化したニテアイアセナの岩盤ニテア SP のデジタルアートワイオミング州グリーンリバーソーから算出したナイテアの化石。ありがとうございます。